アントン・ビテクは、ボヘミア出身のバイオリン奏者。オーストリア・ハンガリー帝国領ボヘミアのザーツに生まれた。プラハ音楽院で、アントニン・ベネビッツにバイオリンを指示した。1894年から1909年まで、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団のコンサートマスターを、務めた。また、1903年から妻で、 スウェーデン人ピアニストのアビタとロシア出身のヨーゼフ・マルキンと共にベルリン三重相談を結成し室内楽方面でも活躍した。1910年にアメリカに渡ってボストン交響楽団のコンサートマスターを務め、1918年までその任を務めた。その後はボストン近辺でバイオリン教師として活動し、マサチューセッツ州ウィンチェスターで没した。 レコードは、コロンビアレーベルに、教え子で5歳のアルマローゼングレンビテクと共演した、ヨハンゼバスティアンバッハの2つのバイオリンのための、競争曲の録音が残されている。アン・ミスチャルコフ・ハイルズ・アメリカズ・コンマス、アルモニー・パーク・プレス、2007、P44、アーノルド・シェーンベルク・インスティチュート・ジャーナル・オブ・ザ・アーノルド・シェーンベルク・インスティチュート、ナンバーワンさん、1990。 University of Southern California 1990 P248 ありがとうございます。